俳優、藤岡弘、の長男、藤岡ナイトが25日、都内で行われた、セガ設立6例周年プロジェクトトークセッションに出席。自身の俳優デビュー作となる同社の、セガ、シロウ、セガ、シロウ動画シリーズを演じた感想や、人気キャラクター、セガタ、三四郎を演じた父から受けたアドバイスについて、凝った。6月3日に、設立60周年を迎える同社は、4月から2021年3月までを、セガ設立60周年と位置づけ、国内外に向け様々なスペシャルコンテンツを展開する。その一環として、全3話を通じて、セガを愛してやまない謎の新キャラクター、セガシロウの姿を描いた動画シリーズを制作。第1話、登場編を、今日25日から公開する。マイトは、セガ設立60周年プロジェクトアンバサダーに就任。デビュー作の、セガシロウを演じた感想について、大変光栄に思います。セガを愛してやまない、セガシロウの心を通して、セガの力強く、前に進んでいこうというメッセージが、皆さんに伝わればと思っています、と初々しい表情で語った。また父、藤岡弘が演じた人気キャラクター、セガタ三四郎を継承するにあたり、セガタ三四郎は、当時大ブームを起こして、今も、なお、セガファンに人気のキャラクター。その同じセガのキャラクターを僕がやらせていただくのは、ありがたいと、満面の笑みを見せて喜んだ。セガシロウを演じるにあたり、セガタ三四郎のシリーズを何回も見直して研究して、つまみ加減に臨んだと明かしたマイト。撮影前には、父からアドバイスがあったそうで、お前ならできると自信をつけてくれるような言葉をもらいました。僕も、よし、これからやるぞという気持ちで臨むことができましたと、親子の強い絆を伺わせるエピソードを告白した。セガ、シロウ動画シリーズは、全3話。第2話は4月中旬、第3話は5月中旬に公開予定となっている。